緑色のアイスキャンディーアイスキャンディーは棒状の評価を指し日本ではアイスバーとも呼ばれる英語ではアイスポップとするのが一般的でありまたアメリカ合衆国では登録商標のポップシクルが一般名称化しているフィリピンなど東南アジアでアイスキャンディーといえば主に自家製評価を指し原料液をアイスキャンディー専用の細長いビニール製の袋に 流し込み、口を縛って冷凍するだけの簡素なもので、棒などは刺さず袋からそのまま食する。水、果汁、牛乳などに、砂糖などの甘味料、香料、着色料、固形の原料などを加えて、型に流し込み、木製やプラスチック製の棒を差し入れて凍らせたもの。固形の原料としては、果肉、小豆やチョコレートなどが使われる。凍らせた後で、 溶かしたチョコレートやアーモンドクリームなどにつけて表面を覆う場合もある。形状は脳型体のものが多く円筒形の場合もある。アイスクリームに比べより安価、簡単に作れ、また屋外での飲食に便利な形状から夏の野外での氷が盛んに行われた。氷旗を立てたクーラーボックスを自転車に乗せ、 カランカランと手で金を鳴らすアイスキャンディー売りはかつてどこにでも見られた夏の風物詩だった人手の多いビーチや公園などでは今も見かけられる小売り店の軒先に電気式の保冷庫が置かれるようになると最も身近な評価紙となる中でもコストを抑えて安価に作られたものは駄菓子として子供たちの間に定着した商品によっては 棒が2本刺してあり、2等分でき、2人で分けて食べたり、1人で2本食べたりして楽しめるものもある。これらは子供たちが楽しめるよう工夫されたものである。現在、評価紙の加工技術の向上によって、他にも安価で多様な形態の氷菓子が供されており、かつてほどではなくなったが、低価格帯で根強い人気商品として、今も広く販売されている。 アイスキャンディーに使用される棒には、あたり、外れの焼き印が押されたものもあり、あたりが出ると販売した店舗などで、アイスキャンディーと交換してもらえる、または製造販売元に郵送することで、ノベルティグッズが当たる製品といったキャンペーンが行われることがある。なお、当たり棒を偽造して、詐欺未遂で逮捕された事例も存在する。1905年、 米サンフランシスコの11歳の少年、フランク・エパーソンが発明した。寒いある日、彼はジュースに混ぜ棒を刺したまま外に放置してしまった。すると、ジュースが凍って、キャンディーのようになった。これが、アイスキャンディーとなった。日本では、大正時代に現れた。当時、日本が統治していた台湾にもいち早く伝えられ、暑い気候の中で人気を博した。 台湾語では、枝語表と呼ばれ、小豆バーなどの懐かしいタイプのものも根強い人気がある。第二次大戦終結後、日本が GHQ に統治されていた時代に、細菌汚染防止のため添加していた、抗菌剤ニトロフラゾンを宣伝した、フラスキン入りという旗を立てた自転車で一本5円で売られていた。貸金業者を指す隠語として用いられることがあった。 評価紙と氷菓子が同じ発音であることによる。明治時代の小説金色夜舎に氷菓子をアイスと呼ぶ記載がある。しかし、アイスという言葉の普及や多種の氷菓子の普及によって昭和30年頃にはすでに後と化していた。ありがとうございます。